今日はシエさん来てくださいました。ありがとうございます。で、私びっくりしたのは、京セラの稲森さん。稲森さんが JAL 立ち上げた時、稲森さんは自分の報酬を 100% カットですよ。偉いですよ。 100% カットして、その当時の取締役報酬、他の役員の報酬は800万ぐらいに抑えて、現場を最優先にしてやったのに、稲森さんが自分の会社の京セラに帰った途端に、翌年には取締役報酬がひっくり返したように5億ですからね。ダメですよね。なんでさ、命をかけて仕事してるのは現場じゃないですか。現場の CA さんとパイロットじゃないですか。やっぱりその証拠が、基本給は安く抑えておいて、危険手当、危険手当っていう名前がまた、まあ飛んだら命の保証はないですよってことですよね。バードストライクもあるかもしれないし、場合によっちゃ危ない国行ったらハイジャックの危険もあるし、南米地区飛んだら、まあ、まあ、あそこは麻薬王国だから交換とかそういうのも多いし、命をかけて仕事してるのは現場じゃないですか。それで今回は取締役報酬2億4000万も提示してきましたからね。だから私は社長に退任動議と、2億4000万を 100% カットして執行行って、困っている CA さんを一人残らず助けてあげるのが執行してるのは道じゃないかなって発言しました。現場の味方でまたやりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。